ジョン・サミュエル・バンダー・ミーヤは元メジャーリーグの投手。左投げ、両打。アメリカ・ニュージャージー州、ミッドランド・パーク出身。ニックネームはザ・ダッチ・マスター。メジャーリーグ史上唯一の2試合連続のオーヒットノーランを達成したことで知られる。オランダ出身の石膏の息子として生まれた。ニューヨーク・ジャイアンツの投手カール・ハッベルが憧れの選手だった。 1933年、ブルックリンドジャースと契約し、その後ボストン・グレーブス、シンシナティ・レッツに移籍。1937年4月22日に、レッツでメジャーデビュー。1938年6月11日、クロスリー・フィールドで行われた、ボストン・ビーズ戦で、ノーヒット・ノーランを達成。3死球、4脱三振。 4日後の6月15日、エベッツフィールドで行われた、ブルックリンドジャース戦で2試合連続のオーヒットノーランを達成した。8死球、7奪三振。9回は1アウトから3死球で満塁のピンチを迎え、ビル・マケシュニー監督がマウンドに向かい声をかけた。次の打者をサードゴロ本塁封殺に打ち取りにアウト。最後のバッターレオドル・ウチャーを浅いセンターフライに、 打ち取り大記録を達成した。故郷ミッドランドパークから両親も観戦に訪れていた。また、この試合は、同球場初のナイター試合だった。フランクリン・ルーズベルト大統領から祝辞を送られた。達成した記念ボールは、アメリカの歌手で野球グッズコレクターのセス・スワースキーが所有している。次の当番試合となった6月19日のボストン戦では4回1アウトまで。 ノーヒットピッチングだったが、デブスガーアームスに左中間にヒットを打たれ、3試合連続ノーヒットノーランはならなかった。しかし、21回に3イニング連続ヒアンダゼロのナショナルリーグ記録を作った。同年7月6日に、レッツの本拠地、クロスリーフィールドで行われたオールスターゲームに初出場し、ナショナルリーグの先発を務め勝利投手となった。 1940年にはワールドシリーズ優勝を経験。1941年から3年連続でナショナルリーグ最多脱三振。第二次世界大戦中は海軍に入隊し、戦後メジャーに復帰。その後も1956年までマイナーリーグや独立リーグでプレーした。1997年10月6日、フロリダ州タンパの自宅で死去。82歳。 ありがとうございます。